プリンの調理手順について説明します。材料を用意します。材料は直径約 6.5 センチ、高さ約3センチのスフレ型5個分です。カラメルソース用として砂糖 30g、 水大さじ1、お湯小さじ2、卵液用として牛乳カップ1、砂糖 40g、 溶きほぐした卵2個分、バニラエッセンス少々、バター少々。トッピングとしてお好みでいちご、ブルーベリーなどの果物、生クリームなどを用意します。プリンを入れる型として直径約 6.5 センチ、高さ約3センチのスフレ型5個、また付属の蒸し板も用意します。はじめにスフレ型にバターを薄く均一に塗ります。バターを塗ることで仕上がりが美しくなります。次に他の鍋に砂糖と水を入れて混ぜ合わせ加熱します。カラメル色に変わったら色止めのためにお湯を加えます。お湯を加えるとカラメルソースが飛び散りますので、やけどをしないよう注意してください。スフレ型にカラメルソースを均等に分け入れます。最後に卵液を作ります。人肌に温めた牛乳に砂糖を加え、よく溶かします。よく溶かすことで生地のムラを少なくすることができます。砂糖が溶けたら溶きほぐした卵を合わせ裏ごしします。裏ごしした卵液にバニラエッセンスを加え軽く混ぜます。5個のスフレ型に卵液を均等に分け入れます。量が異なると加熱ムラが生じ、きれいに固まらないことがあります。卵液の表面に気泡ができた場合はスプーンなどで取り除いてください。仕上がりの表面を美しく保つことができます。ジャー炊飯器に内釜をセットし、水を